皆さんこんにちは、チャンネル北海道です。今日はですね、ちょっと皆さんがあまり ご存じないこと、についてはっきりと大変なことが進んでいる、こういうことの事態について皆さんにお知らせしよう、こういうことでちょっと、お客様お二人をお迎えしましてお話を伺います。お二人はですね、慰安婦問題パネル展、もう何回になりますかね。25回目ですね、はい、25回目をずっと開催になってきました、お二人、実行委員のお二人でございます。ご紹介いたします。まず、こちらですね、伊藤正勝さんです。よろしくお願いします。伊藤です。よろしくお願いします。そして菅原勝明さんです。菅原です。よろしくお願いします。ということで、このまず慰安婦展の問題だけ言いますと、これなかなか慰安婦の問題は、北海道はどっちかというとリベラル左翼的な雰囲気が強かった、そういう中でですね、この2人を含めて実行委員の皆さんが、札幌のエルプラザを中心に、慰安婦展を、もうずっと続けてこられたということで、というのはまず一つですけれども、今日実はおいでいただいたのはですね、ちょっとため息出てくるんですけども、開拓者のね、その人々の苦闘、北海道を開拓した皆さんの苦闘を検証するはずの、博物館が今どんな状態になっているか、ちょっとお二人からですね、今日はそれを聞きたいということで、我々は北海道開拓民がね、入植したというかやりながら、相当苦闘を重ねて、そして今の北海道を築き上げてきた。もともとずっと昔から松前が並んだという形で、北海道というのはあったんですけれども、ちょっとその問題点をですね、お話しいただければと思いますけども。はい、いやいや、私が博物館見学して、ちょっとこれは違うんじゃないかっていうことが3つほどありましてね、一つはアイヌ民族ですね、アイヌ民族をもう日本の先住民だというふうにきちっと大きく書いてて、それの説明をするわけですけども、アイヌは私の最近の書物を読んだところでよりますとですね、アイヌはもともと縄文人の子孫、我々なんていう本土人も縄文人の子孫、沖縄も全部縄文人の子孫だから、先住民族じゃなくてみんな兄弟なんだと。みんな日本人ですね。日本人としての兄弟なんだというのは、先祖を一つとする、そういうことがだんだん分かってきたんで、こういうことを先住民だっていうことをですね、対処して子どもたちに教えるっていうのはちょっとまずいんじゃないかというふうに思って、最近なんとかしないかなという思いがある。もう一つは北海道っていう島ですね、私ども今500万人ぐらい人が住んでますけど、これが明治になって初めて日本の領土になったんだという展示をしてるわけです。ものすごいですねいや、私は知ってるだけでも、もう室町時代からお寺や建てられてるし、神社もたくさんあるし、人々もたくさん住んでるし、それとアイヌとこの本土人の交流もずっとですね、大変な熊の皮とか、アザラシの皮とかっていうのはもう大変な宝物で、全国の大名さんたちにね、売ったり、それから侍にはオジロワシの羽ですね、これが弓のいい、何ですか、あれは数切りになるんですかね、あれとっても高いもので、ああいうのはそういうものを日本に売って、それが日本から茶碗だとか鉄器だとかっていうのを交換してっていうことで、何も別にずっと一緒に今まで来たという関係なんですよ。それを先住民だということで展示してしまいますと、間違ったことを皆さんに伝えることになるんじゃないかということを心配しています。そうですね、これで、ああいうのは別に北海道だけにね住んでたわけじゃないし、それからこの先住民って言い方はどっちかというとアメリカの、インディアンと言われたね、ネイティブアメリカンのね、アメリカ白人が、なんですか、インディアンをね、絶滅に追い込むような、そういうイメージがね、全く違う歴史を重ねてイメージしますよね。菅原さん、どうですか、これ。はい、博物館というのは、前は開拓記念館というのと、それからアイヌ文化センターというのかな、それが合体してできたんですね。で、私はできてすぐは行かなかったんです。2年目ですね。ある方が、私らがやってるパネル展にこう、
来た方が見に行きましたかって、うん、いや行ってませんって言ったら、はい、変ですって、変ですってのは変ですって、あ、おかしくなったってことですね、はい、で行ったら本当に変なんですね。で明治になってから北海道は日本の領土になった、うん、とかね。じゃあそれ以前は何なんだと。それとあのやはりあの時代は明治の開拓の時代は米も食べれない状況の中でですね、うん、えらい努力してあの北海道の今美味しいお米ができるようになった、そういう努力を全然ですね、うん、展示をしないで、いわゆるナイキの、うん、ミサイルかな、はい、あれのその反対運動のタスキを置いてたりですね。そうなんですか。そうなんですよ。よく、あとは。全く開拓と関係ないじゃないですか。はい。小林武二のね、うん、昭和の歴史なんてのは入り口にですね、小林武二のね、バーンと置いてね、本当に北海道のこう先人たちの苦労したの、うん、歴史っていうのは事実を伝えていくってことが本来の姿ですからね、そうですよね、おかしいんじゃないかな。それと行くたびにですね、バス、大型バスに、たくさん乗って小学生とか中学生がね、うん、見学に来るんですね。でそれでなんとかもう、ま、正しいというか、うん、ありのままの歴史を伝えてほしいということが僕らの希望ですね、はい。まあ、近代史も、一つのストーリーとして展示してるんですけど、これはこれ北海道庁の博物館ですからね、はい、要するに政治的にはずっと中立なもんでなきゃならんですけど、はい、ね、これがまあ言ってみれば東京裁判士官でずっと貫かれているということもありましてですね、まあ日本の歴史をこの小学生たちがこれを読んでこうだと思ってよくなると、これはもうとっても心配でならないということもあります。だって本当は先祖っていうかね、北海道のね開拓し、かつまたまあアイヌに対してもそうだし、みんな同じ兄弟のね日本人として北海道をどう発展させてきたかというね、そういう歴史を語るべきところですよね。これがむしろ分裂を誘うようなね、これどうですか、お二人はこれについて何かね問い合わせとか何かしてみたりしたんですか。私たちはですね、はい、日本会議に属してますので、はいはい、日本会議の理事会に提起しまして、はい、公開質問状を道の方に、1回、うん、それから最近またもう1回、うん、2回出してます、うん、で回答については伊藤さんちょっとまあ博物館は博物館の建設趣旨にも、うん、まあ、学問のね、北海道の学問の中心だと、うん、核だということで歌ってますけど、はい、聞いたことに答えれない、まあ道庁の公務員の人はなかなかそういう専門的な知識ないんですけど、そこに まず聞かなきゃならないもんですから、はい、そうすると、はい、まあなかなか党を得た回答っていうか逃げ回っている回答っていうか、はい、そういうものが来ないんで、これはもう満足できないんで、はい、これからもずっとはっきりと満足するまで追求していきたいと思ってますけど、はい、そうですね、はい、まあ、これ実はですね、私この資料をねいただいてるんですけどもね、なんかまともにちゃんと質問してもはっきりのらりくらりって言うんですか、答えてないんですよね、これ。いや私たちはそれじゃなくて、きちっと答えを出してほしいって、1回目 の文書の答え、うん、回答が来ました、はい、でそれもまあ水島社長がご覧になって分かるように、はい、曖昧に何も、はい、回答されてないので、はい、2回目を出しました。はい、はい、アイヌは日本の先住民族ですっていうね、まあこう主張があるわけです。ところがその、ところが質問のところにちゃんと書いてるのは、人類が日本列島に生活したのは4万年前、日本人が DNA を受け継いでいる縄文人は1万3000年前にとからとされています。これは国立博物館の、公式的な学問的な意見です。つまり、人類は4万年前からもう日本列島に住んでた。そして1万3000年前から我々日本人が DNA を持ってる縄文人は1万3000年前から。これが学問的なあれです。このような中で日本の先住民族はどのような人たちを指すのか。これ、誠に的を置いたね、あれですね。
先住民族の定義とともにアイヌがそれに相当する理由、括弧自然歴史文化に関する総合的環球博物館を謳う、同館の使命という観点から説明されたいと、こういう極めて的確な質問した、まあはっきりと答えられないだろうっていうね、事実を最初に言っちゃってるからね、国立博物館がね。そうなんです。この回答ね、ちょっと笑っちゃうんでね。回答、近景、諸々の頃、自家松ますご継承のこととお喜び申し上げます。誠に丁寧ですね。日頃から北海道の文化行政の推進にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。さて、この度は北海道博物館の総合展示につきまして、なんかわからない、一つ間違い、打ち間違いですけど、ご意見、ご心的を賜り、誠にありがとうございます。当館は平成27年に北海道の総合博物館としてリニューアルオープンしたところであり、北海道立総合博物館として、多くの皆様から様々な意見を伺いながら、条例をはじめとする関係法令や、設立にあたって定めた使命、基本的運営方針を踏まえ、展示のあり方をさらなる工夫、充実に努めていかなければならないものと考えています。全くこれ関係ないことをね、ぐだ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 言ってる。まあ、これ弁解になるためですね。今途中で頑張ってますよっていうのを、いざとなったら逃げるように弁解したわけですから、まずね。はい。まず、アイヌ民族と北海道の歴史に関するご質問ご意見、第1、第2テーマに関する質問1、質問5についてご説明します。第1テーマ、第2テーマに関する質問のうち、質問と1と3につきましては、当館の総合展示において、アイヌ民族と北海道の歴史展示に関する重要な事項についての捉え方や表現のあり方に関するご質問と受け止めておりますと。ストンと答えればいいんですけどね、答えないんですね。まず、アイヌ民族が日本の先住民族であることにつきましては、平成20年6月6日の国会において、アイヌ民族を先住民族とすることを定める決議が全会一致で採択され、これを踏まえた内閣官房長官談話において、政府としてもアイヌの人々が日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族であるとの認識が示されています。当館の展示では、基本的にはこれらの決議等を踏まえ、アイヌ民族を日本の先住民族と説明したものであります。この官房長官談話では、アイヌの人々が民族としての名誉と尊厳を保持し、これを次世代へ継承していくことは、多様な価値観が共生し、活力ある社会を形成する共生社会を実現することに資するとの確信が述べられており、このことは当館の使命とする北海道のすべての人々が生み出し、残し託してくれた北海道ならではの自然歴史文化に関わる遺産を大切な宝のものとして未来へつなぐ北海道の、まあ途中で嫌になってきましたけども、北海道の国際化、文化の力の向上等を目指す等に沿ったものであると考えております。このような決議や談話による背景には、政府の有識者懇談会における学識者の審議をはじめ、民族学等の学会においても、アイヌ民族を先住民族と位置づけ等を求めた意見、要望等があったと認識しております。意見、要望です、これ。学問的な事実の指摘じゃないわけです。意見や要望があったって。つまり審議会があったと言いながら、文字をごまかして、そういうことを先住民族で位置づけることを求めた、意見、要望があったと認識ける。つまり、こちらのお二人が、まさに指摘した、日本の先住民族とはどういう人たちを指すのか。先住民族の定義とともにアイヌがこれに相当する理由を教えろと言っていることに対して、全く答えてないですね。これは、はっきり言うと、いろいろやってますと。研究もしてます。で、学者の審議会の中でも、
先住民族とをしろと求めた意見と要望があったと。誰もこの学術的な検証してないんですね。それで、もう一つは国会の皆さんが全会一致で認めたと。それから菅官房長官が認めたと。政治家が学問の、大事な検証のことを全く抜きにして認めたと。で、もう一回言いますよ。この人類が日本列島に生活したのは4万年前。日本人が DNA をつけているのは縄文人は1万3000年前からされている。これ、チャンネル桜でも言いましたけど、青山学院大学の、福井教授、福井義孝教授が私にネイチャーの論文を送ってくれました。英語のあれですけど、古いモンゴロイドがかつて日本列島に到着して北と南に分かれていった。それが沖縄と北海道。で、その 上に、弥生が来たと。だから全員縄文人であって、アイヌも、沖縄も薩摩隼人もクズ族もみんな日本人というような、出雲もそうですけどね、みんな日本人であるという、これはもう世界的にもそうなり始めてる。で、先ほどちょっとお話しいただいた DNA とかそういうものを見てもみんな縄文人で、私たちはみんな兄弟というようなことであって、先住民族である理由は全くないんですね。たまたま北海道に多く住んでいた。でも縄文人としてたくさん他のいろんな方もいたわけであります。ということですね。はい。ちょっと長くなりましたけど、ちょっと私の説明不足もわかんないから。あと、一番私たちがあれなのは、開拓記念館が博物館になった、はい、模様替えをしたっていうことは非常にマスコミには載ってるわけです、はい、ところがその中はどういうものがあるかっていうのは全然報道されてないから、はい、道民はほとんど知りません。あ、でたまたま私たちが質問状を出した時に、一番昭和の歴史コーナーがあるんですね、はい、そこにですね、はい、これなんですけどね、はい、自衛隊は憲法違反というそのタスキですね、はい、あと内規の闘争です、ね、でこれはおかしいんじゃないかというのはいや、おかしいですよこれ、うん、それでたまたま、はい、マスコミにこれ載って、はい、これだけ、ああそうかな、問題あるのかなと思った人は多少いるかと思います。なるほどね。でもその後に僕ら見に行ったんですけどね、はい、最初の昭和の歴史のとこにそのタスキだけ取ってますからね、はい、整合性がないんですよ全然おかしな展示になってま す、ね、はい、で言われるとビクビクしてね、やっぱこれ自分でね多分罪の意識というかやっちゃったなっていうのはあるんですね多分ね、言われて慌てて変えたって感じするんだけど、もうどうですかこれは、はい、まあとにかくひどい話だ、なんていうか中立公平な展示をしなきゃならないところ、自衛隊の憲法違反だっていうこと、はい、運動しましたよっていうことに、それが歴史家と開拓のね、まあ、こういうようなことがあるんですけども、実はですね、この今言った北海道博物館のこれ立派なパンフレットですね、ガイドブックですけど、これも今ちょっと菅原さんからねちょっとこういただいたんです。こんな立派なものがありますから、ぜひ、こういうとこはいいんですよ、こうね。ナウマンゾウがいたよとか、なんとか。人間の生活が、はい、現れてくると、なんか怪しげなものになるんです。はい。はい、この第二テーマ、アイヌ文化の世界。アイヌは日本の先住民族です。アイヌとは、アイヌ語で人間という意味です。これみんな縄文人で、みんなお互いにあれですよ、人間だって言ってるんですよね。アイヌ民族は、この北海道をはじめサハリン、千葉列島などを生活の舞台に、これも嘘ですね。ずっと東北地方とかああいうところにいたわけです、これ。はい。サハリン、カラフトですね、カラフトってちゃんと書いてもらいたいですけどね、千葉列島など生活の舞台とし、さまざまな文化を生んできました。明治政府が北海道を日本の領土に入れ、開拓を進める中で、これですね、お二人が死刑したのは、うん、何を言っとるんだというね、恐ろしい、その生活や文化は大きな打撃を受けます。
ちょっと待ってくださいと、かつてこれ歴史めちゃくちゃですね、うん、あの本州にもいたしね、うん、そうです、うん、しかし人々は今途絶えることなく今につながってますと、こういう、まあ、はっきり言うとあの嘘歴史をこれでこれ聞いたんですね、これなぜだとそしたら国会議員が決議したね、それから審議会を開いたら学者が意見を言って先住民族とするように要望した、意見と要望でこれ検証されたわけでは全くないですね。国立博物館はちゃんとこのね、今書いたように1万年前から縄文人がみんな住んでた日本列島はということであります。1万年以上にアイヌが住んでたわけじゃないというね、これはまあこういうごく当たり前のことなんですけど、その感覚で実は民族共生象徴空間、北海道環境生活部アイヌ政策、推進室、これは何ですか、白尾でちょっとぜひ私が言うように説明していただけるとまああのアイヌのそういう、先住民であるっていうことの、まあ、運動家がですね、はい、国にたくさんか、はい、働きかけて、じゃあ国がその、はい、そういう施設を作ろうじゃないかってことで今建設してるのはこれです、はい、まああのまあなんていうか私どもとしては、はい、あの国がそういうことを学問に合わないことをやるっていうのはちょっといかなのかものかと思うんですけど、はい、もちろんこれあの北海道と東北の県と共同で、はい、歴史遺産というかな、はい、ユネスコに歴史遺産としてアイヌの遺跡を登録をしようとしてるわけですからね、はい、その説明ともちょっと矛盾するんですよ、うん、それがあの我々の先祖はあの縄文人だけどはっきりしてるんだけど、それより先住に住んでたっていうことは何ですか、2万年ぐらい前にアイヌが住んでたんだから いなきゃいけないんだよねそんなものはいないんです、はい、でこういうパンフレットも作ってるんです。これはアイヌ民族博物館というね、まだ、20年オープンですか予定はね、うん、こんなものを作ってるわけですね、見えますかね、はい、で裏側見せますよ、じゃあはい、これはね実はアイヌ自治共和国の先駆けになる可能性がある、問題ですね、民族共生象徴空間とか言ってますけどね、はい、沖縄の独立とかっていう話も聞きますけれども、はい、琉球の独立、それと似たようなもんですね、はい、狙いはそういった、ええ、まあはっきり言いますと日本を分断したいという、うん、そういう勢力がこういう形でいかにもアイヌやあの沖縄のね同情するような形で歴史を捏造しながら、こういう形で分離運動、中国の間接侵略から直接侵略へと私は向かっている、こういうことが今行われているんじゃないかなと、思っております。まあちょっと、お二人まだ国軍奮闘中かも分かりませんけどもでもねやっぱり1と0は違う、誰かがやらなきゃいけないことをこのお二人が今始めてもらいました。慰安婦、問題パネル展、こういう実行委員の皆さんが沖縄から、北海道から、まあ、立ち上がってくれたわけであります。最後に皆さんにちょっと一言ずつですね、コメントというかアピールをしていただこうと思います。慰安婦問題のパネル展でいる感じることはですね、北海道は 赤い大地って言われてるんですけども、あの札幌の駅前通りのに地下道がありまして、そこであのやりますとですね、まあ、1日に1000人来ます。1000人パネル展を見ていきます、うんうん、はい、みんなあのやっぱり俺の思った通りだっていう人が多いですよ、うんうん、よくこういうことをみんなあのはっきりさせてくれたっていうようなことで、あの赤い大地ではありません北海道、はい、赤い大地しちゃいけないしねじゃあどうぞ。24回のパネル展をやって1万6000人ぐらいの方見ていただいた、うん、でまあ半分ぐらいはえそうだったの、知らない人が多いです、うん、ということですね。で私たちのパネル展というのは事実を伝える、うん、で政治主張はしない、それで見て、はい、その判断は、うん、あの見た人がそれぞれ判断していただきたい、うん、私たちの考えは、うん、持ってますけども、はい、あの 見た方がそれ、はい、今後判断していただいて、うん、でパネル展について最初の頃はいろんな、うん、その論争を仕掛けた方がいますけども、はい、私たちは一切応じません、うん、とにかくあの
反対、私たちに反対の人であっても私たちのパネルを見て、うん、自分たちで判断してほしい、それぞれがという考えでやってます。はい、そうですね。あの歴史的な事実とね、政治的な主張とは違いますからね。まあ、主張はいろいろあるし考え方もあるけれども、事実だけはちゃんと見てくれっていうね、はい、まあ、こういうスタイルで、まあ25回ですか、はい、続けております。あとあの同立博物館もぜひ、はい、見て、ああ見ていただきたい、はい、びっくりしますもんね、はい、その、あの、あれですね、事実は小説よりもきなりということで、はい、今日は伊藤正勝さんとそして菅原克明さんにおいていただきました。本当にご苦労様です。頑張ってください。ありがとうございます。